7月28日生まれの君へ、誕生日おめでとう。誰かが君の心のドアをノックし続けている。君の覚醒を促す音だ。今はまだそのドアを開けて新しい世界に踏み出そうとは思えないかもしれない。でも確実にドアを叩く音は君の中で大きくなっている。この世界で君の手で生まれたがっている命がある。そのために君は行くんだ。ドアを開けてここを出て新しい世界へと歩いていくんだ。大丈夫、いつも僕がいる。君の少し前を歩いて足元を照らす。迷わないように、寂しくならないように、しゃがみ込んで泣き出してしまわないように、僕はいつもそばにいる。ほら、また聞こえてきた。君はもう無視できない。ドアを叩く音は君の心臓へ届く。すべてうまくいく。誕生日おめでとう。その時が来たら思い切ってドアを開けるんだ。大好きだよ。7月28日生まれのあなたは今新しい才能に目覚めようとしています。自分でも薄々気づいているのだけど、新しい世界に踏み出すのが怖くて心の呼びかけを無視し続けています。もう一度耳を澄まして声を聞いてください。あなた自身のために。お誕生日おめでとうございます。